これは何でしょう？これは小学校1年生で習う漢字です。どれも基本的な漢字ばかりですが、これを見て思いついたのがこの説。その名も小学校1年生で習う漢字全80字市町村名で必ず使われている説。それでは行ってみましょう。
世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび